さあ、荒野の夜、おそらく荒野最終編、5動画にわたってお送りしたが、いきなり後ろにいる、というかビビオンが飛びまくってんだけど、これすごいことになってるよ。カメラ目線どうも。おっしゃ、これは撮ったな。というか、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、どういうことやこれこれどういうこと。じゃあちょっとこいつら、コイキング根絶やしにしますか。いけ、なん、あれ、ホイキング、ホイキング潰れたのか。切ねえ、見なかったことにしようぜ。あまりにも気まずいんだ。イワパレス、でけえな、お前。こうしてみるとバンギーじゃん。おはよう、おはよう、起きろ起きろ。大不機嫌、素晴らしい実際に遭遇したらあんな舐め腐った行為はできんのやろうな。命を捨てる覚悟でやられる。え、え、え、はい、めっちゃ怒ってるやん、あいつ。よし、私も何わろ天然状態ですからね。お、サンドがいますね。これはまともなサンドを取れる数少ない。お、いいね、いい表情、いい表情、素晴らしい素晴らしい。もぐ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 、素晴らしい、大変素晴らしい。糸お菓子くらよ。飛んでっちゃった前は。お前も起きろ、全員起こす。多いっすね。おっしゃ、で君たちはどこに行くんだ。追いましょう。お、つうかそうか、お前ポイズンヒールだったな。この環境もお手の物か。さて、おお、あっちこっちに嫌がる。テンション上がってんな。よし、いい写真が撮れたぞ。クレーターはまあメテノのことじゃろう。グライオンぐらいなのかな、追加は。というかガルーラがこんなにいるの珍しいね。家族会議じゃ。さて、そんなこったろうと思ったぜ。そう、いつかディグダが本気を出してくると思っている。そろそろ、しかし私が撮りたいディグダの写真はこんなもんじゃない。もっといっぱい出てきたし。お？これ撮りまくったら最後に全員集結みたいになったりすんのかな。
今なんかどっかから穴を掘る音が聞こえたんだが、うわこれあるでマジで。あ、笑顔笑顔笑顔、あー笑顔、いい笑顔。なるほど、ってことは最後やばいなこれまあ2周目にやることは決まりましたね。全てのディグダを撃射ということか。カメラ目線を撮ったら螺旋回転して潜ってったから、ポケモンピンボール初代のボーナスマップメーター、そして集合体が苦手な人にとってはちょっとゾワッとなる光景かもね。一定数超えたらダグトリオも出てくるとかあるかもしれない。よし、では提出よ、片っ端から提出よ。でサンドちゃん、あーかわいい、あーかわいい、見てください、ほら前回の写真と、ほら天と地のさ、取りやすい、ありがてえな。でレベル1しか取れてねえのか。レベル1の写真はもう OK みたいなやつを提出したいですね。よし、これでいきましょう。さあディグダ決戦だ、始めよう。ナイスタイミング。よし、ついに4000点超えた。いいね、勝った。いいね。でコイちゃんの完結戦の吹き出る前にあれだね、あの岩を落とす。いいね、よし、ドライオン新発見だ。いいね、アニメとかでは結構活躍されてましたもんね。さあもう一回だ、調査ポイント的にはかなり取れと言ったよな。でね、これね、リクエストをあらかじめ確認しておかないと達成してももう一回やれって言われるんですよ。ていうか後から来るからそこは一緒か。まあ試しに見ておきましょう、夜もう一回どうせ行くんですし。もしかしたらここのヒントで一気に謎が解けることってあったりするんで、ボルクトのリクエストの遊びたい気分。フワリンゴを食べてくれない。おお、ひっくり返ったら戻るのが大変。へえ、なるほど。ピンチの時勇気を出して、あーさっき元気なかったのそういうことか。イルミナーオーブで元気を。おー、毒沼の血統さっき取ったんですけど、ビビオンの谷、大きな音がしたのがドガス。なるほど、まあディグダに関しては一切書かれてないな。まあいいぜ、ディグダは絶対私の仮説で合ってると思うので仕留めさせていただきます。行くぜ。でその前にイルミナオブだな。でもしかしたら大量のビビオンの撮影もできるかもしれないので、ビビオンの解放もできれば同時進行でやっていきます。いってらっしゃい。開幕かよさあビビオンちゃん、こいつは効かねえかな。あいつの鱗粉の先が気になるね、えらく目立ってる。なんか鱗粉がさ、さっきよりピカピカしてないか。で、そうだ、そろそろメテ落ちてくんだ、見とこうぜこいつらの最後の戦いってやつ。あれあれ、何も起こらないぞ今回。
うーん、残念。いや、では切り替えていこうか。条件が異なるみたいですね。にしてもビビオンがいっぱい飛んでいますこと。この辺にもいるかもしれないのか。まあとりあえず先行きますか。なんか出てたんですけど。こことやっぱモーションが違うからな。ごめんな。おお、身を守ってる。わざと。まあそれはいいんですけど、ビビオンくんは、ビビオンじゃないわ、あ、ビビオンで合ってるわ、あっち行っちゃったから、とりあえずグライオンは叩き起こしておきましょう。いいことあるかもしれないからね。というか結構いっぱいいるんだな。4匹か、見える限りでも。おお、みんなあっち行ってる。集まれー。よし、えらい感じになってるな。よし、お、いいね。なんか降ってきた。めっちゃ降ってきてんだ。さあショータイムだ。この先だぞ、激戦が始まります。最後にグライオンが反対側から飛んできたりするのかな。来た。そろそろ。やべえよこれ、カズ。取りきれねえ。いないところもいるのか。むず。増えてる増えてる、めっちゃ増えてる。増えすぎだろ。大集合だよ全部は。かなりきついだろうね。よし。ですがまあほぼ意図としては合ってたので、頑張りたい方は全部頑張ってください。これなかなかの地獄よ。これ全部はきついな。まず何匹いますってところの確認から入るだろうね。さて、ですが特別なスコアが出てるというわけでもないみたいですね。ですが暴力的な仲間点があるだろうこれ。よし、スコアが楽しみですね。グライオン回るの。よし、では次回あのちっこいマップ行きます。あの小さい姿になって、そっちの夜をまだやってないんでね。どんどん行くぜ。で今回のスコア、仲間点あっても勝てないじゃないか。いいね。全部出したら、何か特別なことが起こったらすげえ感動しそうだけど、死者が出そうだな。さあ
ちょっとは増えるじゃろ、うん、よし、わーい。では次回参ります。ありがとうございました。